紀元前6世紀頃に発行されたエレクトロンかエレクトロンかは紀元前670年頃にアナトリア半島のリュディアで発明された世界最古の鋳造貨幣である。ダイン貨幣、打黒貨幣、係数打黒貨幣に分類される。エレクトロンとはギリシャ語で琥珀を意味し、金銀黄金はその単鉱色が琥珀を連想させるものであることから琥珀金すなわちエレクトラムと呼ばれた。 エレクトロン化は、ギュゲスの時代紀元前7世紀の終わり頃に発明された。紀元前600年頃には、アリュアテス2世により、品質が保証された貨幣が発行された。リュディアのエレクトロン化は、バクトロスガーの川床から得られた砂金、すなわち自然金の塊の片面に、動物や重量などの極印を刻印したものである。最初は砂金をそのまま、 強量貨幣として使用していたが、やがて軽量の手間を省くため、溶かして、塊として、重量を均一にした効果にしたという。発想としては地金に似ている。よって、重量イコール貨幣の価値であった。重量の異なる複数の種類の効果が発行された。当時の効果は、まだ薄い円盤状ではなく、江戸時代の日本の豆板銀のように、厚く平たい塊であった。 エレクトロン化は自然菌をそのまま鋳造していたわけではなく、菌の割合を増やすは約七十から九十パーセントであり、これまで見つかっているエレクトロン化の純度は約四十から四十六パーセントである。ルディアで効果が発明されたのは偶然ではなく、首都サルディスはミダースの孤事でも有名な砂金を豊富に産出するパクトーロスカハンに位置し、エーゲ海メソポタミアペルシアの間の 東西交易路の要衝にあり、取引の円滑化のために効果を生み出す必然があったと言える。紀元前6世紀の中頃、アリュアテス2世紀の息子、クロイソスは通貨改革を行い、それまでのエレクトロン化を廃止、金貨と銀貨からなる通貨制度を世界で初めて導入したとされる。ヘロドトスは、リュディア人のことを我々の知る限りでは、 金銀の貨幣を鋳造して使用した最初の人々であり、また最初の小売商人でもあった。と記述している。エレクトロン化が廃された理由としては、金と銀の割合、特に金の含有量を正確に測定することが技術的に困難であったからと考えられる。この効果というアイディアはギリシアローマに広まり、ペルシアやインドなど西アジア世界にも広まった。 アテナイのドラクマ銀貨、ローマのデナリウス銀貨などが有名である。リュディアを滅ぼしたアケメネス朝のダレオス一世は、リュディアの造形書と技術者と金銀の資源を活用して、ダレエコス金貨とシグロス銀貨を発行させた。これは、世界で初めて人物像を刻んだ効果であった。インドでは、紀元前六から五世紀頃から、ガンジス下流域を中心とする十六大国と呼ばれた。 国々で銀の板に複数の刻印を打った打刻印銀貨が使われ始めている。中国大陸では戦国時代頃から沿線、完全にという中央に穴の開いた円盤状の青銅製の鋳造貨幣が旗、藩、儀、蝶などの当時の中華世界の西部地域で使われるようになる。ケンブリッジ学派の美祖と言われるアルフレッド・マーシャルは 金銀非価を安定させる秘策として、金銀合金の貨幣を鋳造しこれを本一貨幣として流通させるのが理想であるが、この合金は人工的には合成が困難であり、現実には例えば金貨1枚に対し銀貨10枚を組み合わせて打漢を行い流通させるのが良いであろうと説いた。しかしこの金銀合金は実際には金及び銀を電気炉で溶解すれば、たやすく得られる。 また、日本の江戸時代の金貨すなわち、小判、1分版、2分番、2種判及び1種判はすべて金銀合金のエレクトロン貨幣であった。マーシャルは極東の日本でエレクトロン貨幣が流通していたことは全く念頭になかったようである。ありがとうございます。